と川崎フロンターレは、まちづくりに関する協定を結び、地域の皆さんがさらに楽しく暮らしていけるよう連携を図っていきます。はい、鈴木区長、フロンターレの末永へようこそ。ここフロンターレの末永は、高津区にありまして、フロンターレの本社、そして後援会の事務所を置いています。サポーターの皆さんはじめとして、みんなでここに集まってフロンターレの話題を大いにしていただいて、コミュニケーションが生まれることを願ってここに置いております。いや、素晴らしいですね。こういったところで私たち行政、高津区も皆さんと一緒にいろいろな取り組みをしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、この度高津区は、高津区に所在をされているフロンターレさんと協定を結べたこと、非常に嬉しく思っております。ありがとうございます。こちらになぜ野菜があるか、これちょっと後ほどまた説明することをしましてですね、はい、川崎市では今さまざまなコミュニティ施策の一つとして、希望のシナリオ、あるいはその SDGs パートナー、こういったものをきっかけ、バネにしまして、さまざまな取り組み、アンテナを張って進めているところです。そうした中で高津区は特に市民、区民の方、あるいはその企業、事業者の方がいろいろなことを発信して活動する、盛んに行われている地区だと考えております。そうしたときにですね、やはりこのまま何といってもフロンターレさんのお力を借りて、フロンターレさんと連携をさせてもらいながら、行政のさまざまな施策を発展させていきたいということで、この度のお願いだったわけです。もう今までも十分ご協力いろいろなところでいただいているんですけども、特にその現場地域でという非常に嬉しい言葉ですが、実は私の社長が、2019年の東日本台風、この地区でも大変な浸水害、水の被害がありました。その時一番の取って一番先に、入ってきていただいたのがフロンターレのボランティアの皆さんです。もう100人200人単位でどんどん送りますよ。もう本当に、力強かったです。今またコロナで現場大変、保健所衛生課は頑張っているところなんですけども、おかげさまで少し今落ち着きつつありますが、そういった現場を大事にしていただける、そういった温かいお気持ち、眼差し、本当にありがたく思います。ぜひよろしくお願いいたします。嬉しいです、そう言っていただけると。あれも別にクラブとして行けっていうような命令したようなことって全くなくてですね、フロンターレを応援している皆さんがもう自ら手を挙げて、普段フロンターレを支えてくれる皆さんの力に少しでもなればという純粋な思いから行動したこともあってですね、私もちょっと正直言って話聞いた時はポロッとするようなこともあってですね、何度やっぱり川崎市の市民の皆さんの力になりたいって思う気持ちは、我々会社のスタッフ、選手だけじゃなくて、我々を支えていただいているサポーターの皆さんもみんな一緒なんだなと本当に感じた瞬間でもありました。もう高津区民の皆さんの心の中には、フロンターレさんの水色が染み付いてると思います。嬉しいです。ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。さて、ところでこの協定を結ぶことになりました、経緯を改めて振りたいと思いますけれども、地域課題の解決につながる施策を行っていきたいというふうに考えておりまして、例えばその先ほどお話ししました通り、高津区では事業者、企業、市民の方たちがそれぞれ発信して活動をするという、もううねりができる、そういう可能性を秘めた土地だと思っています。そういった方たちのそれぞれのつながり同士が今点在しているんですけども、さらにそのつながり同士をまたつなぐハブの役目、こういったところを今どこかに期待できないかななんて思っております。その365日一年中通じてですね、まちづくりをされるというそのフロンターレさん、ぜひこの辺の可能性も私たちは期待したいというふうに考えているところですし、また川崎市は2019年に国から SDGs の未来都市に選定もされています。こちらの サステナブルの方が取り組みということで、昨年11月には脱炭素社会を目指しまして、ポテンシャルがある地区としてこの溝の口エリアを中心にした高津区が溝の口エリアの脱炭素アクション溝の口推進会議ということも発足させてもらって取り組んでいるところです。フロンターレさんもそこに加わって、もうすでにいただいておるんですけども、ぜひそういった中でも力を発揮されて、フロンターレさんの名前とこの発信力、これをぜひ生かしてですね、行政の中でも自由にフロンターレさんの名前と行動力を生き生きと活用していただければありがたいなというふうに思っております。ありがとうございます。いかがでしょうかね。いやもうなんかその期待に応えられるかどうかちょっと不安なぐらいのね、ちょっと大きなお話頂戴したんですけども、非常に光栄です。
今も副長のお話の中に出てました365日というのね、もう我々の活動そのものがやっぱりその皆さんと共に、普段の生活の中にこう入り込んで活動することこそが、笑顔や元気を生み出して、それがやがて選手にパワーを与えタイトルを取りに行くっていう、こういう流れができたら本当に嬉しいなと思いますので、その過程で今おっしゃったような話で一緒に活動できるってことは本当に我々の光栄なんです。やっぱり、我々をこう支えてくれているこの川崎の町、高津区の町が元気になることっていうのは我々の本当に望むところといいますか、一緒にやらなきゃならないことだと思ってますので、ね、そこにご指名を受けたってことは非常に光栄ですし、また緊張しながら頑張ってまいりたいと思います。いやもう本当によろしくお願いします。高津の町ってとっても元気な印象があるんですけど、地域の皆さんもこの商いを行ってるんでしょうか。そうですね、パワーがあるというか、なんというか、高津歴史を振り返ればかなり古くからの歴史がある町というふうにお聞きもしております。町づくりの部分でいうと、今地域の方々と行政が区民の方と共同ともに助け合って共同するという中では、こちらも古くから町づくり協議会という組織がありまして、中間支援組織っていいまして、いろんな人たち、個の人たちが、個の事業者の方たちがどうやってつながりを作ろうかっていうのをお手伝いするっていう、そういう意味が一番多いんですけども、まちづくり協議会そのものも活動されてまして、今では高津区 の、 その若者未来会議、若者を中心にして取り組みを進めていこうよというような、そんな取り組みも行ってくれているということもあります。ね、また先ほど前に触れましたその高津の歴史ですけども、例えば大山街道、大山踏切がありますけども、多摩川からね、つながってます。区役所のちょうど南側の斜面も上がってくるんですけども、旧の246とほぼ被ってるんですけどね。でこちら丹沢にあります大山に、昔の方たち、農業者の方たちがですね、雨を降らせてもらうということで、雨乞いに詣ると、大山炙り神社、雨降らし神社っていうんですけども、そちらに行くという取り組みがありまして、取り組み、行事ですね。はい、今ちょうどこういう装束でですね、昔は大山街道沿いふるさと館ってありまして、そこに大立ち、収める立ちですね、大きい立ちありまして、メートルでいうと 2.7 メートル、1軒半というんですか、9尺大きいその立ちを持って大山に登って収めると、そこで雨を降らせてもらって、潤いをもらって農業を発展させようという取り組みもあって、こういった装束で、残念ながら去年今年区民祭中止になってますけども、区民祭の時はこういった方々が、もうちょっと男前の方が多いですけどねたくさんでその納め立ちを立ちを担いでパレードしてるというような歴史もあります。またこれからですね、ご案内できるかな、高津区のマークご存知でしょうかね、緑色のこう葉っぱのようなものと丸いもの、来ました来ました上は緑を表している、緑化の緑を表している葉っぱのマーク、下がまん丸ですけども、実はこれは円筒分水って言いまして、駅前の円筒分水広場っていうのもありますし、JR 溝の木さんの前にあります南北自由通路、上を眺めていただくと丸いこうモニュメントにはオブジェがあるんですね、こちらもこの円筒分水からかたどってるんですけども、国指定の有形文化財として国からの指定を受けているということで もう歴史のあるこの円筒分水、皆さん方にこう水を均等に平等に分けようという、そういった歴史的な資源なんかもあるところです。実は野菜ということがありますので、この協定に際しまして今日はカブレラに登場いただきました。お、なんか持ってますね。ね、高津区で採れた農産品たくさんあります。こちらにもあります。カブレラちゃんどうぞよろしくお願いします。ちょうどこの住所の末永もフロンターレさんの本社である末永も立花地区とかなんですけど、末永とても広うございまして、末永からこの久末だとかそういった一帯にかけまして、農産品を多く作る緑地が今でもたくさんあります。なるほど、工作をされていますね。ここにあるだけじゃなくてですね、高津区立花地区オリジナルの農産品もありまして、第二次世界大戦の最中もずっと継続してきました農産品のお祭り、100回を優に超えているというお祭りも取り組まれています。すごいですね。特にこの、自慢続いちゃいますけども、農産品が近くで取れてそれをこの地元で消費できると
いわゆる地産地消ができるようになりますと、当然その間にかかる、コストも下がりますけれども、運搬で使うための燃料、化石燃料も当然減ってきます。はい、そうすればこれはあの環境にもとてもよろしいということで、SDGs の精神にも、願ったり叶ったりが来ました、ね。そういうことは、立花地区から発信をさせてもらって今いるところでございますので、はい、ぜひフロンターレさんからもですね、はい、高津地区のみならず立花地区の歴史的あるいは農産物としての大変こう特徴あるもの、いろんなものの発信するにあたってのご助言提言発信力をぜひお借りしたいと思います。わかりました、ね、なんかお伺いしてて本当にいろんなものにこう溢れた街なんですよね。そうですね、おっしゃったようにこの話題とかいろんなその情報を我々のこのチェサラノウハウで発信していくって結構大切なことじゃないかなと今聞いてて思いました。もうそれをやることによって、まあ、当然盛り上がりも期待できますし、この高津の町がねまたこの広く皆さんに知っていただくことにもなる、そんなふうになればまたいいかななんて思ってます。で高津を好きになる、行きたくなる、はい、これにつながったらいいと思いますね。ぜひ高津にお越しいただくように、はい、高津区お住まいの方以外にも高津区に興味を持っていただけるように願っております。高津区はフロンターレの本社を置かせておいていただいている町です。今回の協定を結ぶことによってここからもっともっとこの元気や笑顔を発信していけると、そんなふうに思ってます。はい、これまでも川崎市内そして高津区内でもさまざまな連携をさせていただいてきましたが、今日のこのまちづくり協定、これをまた契機にしてですね、もっともっと元気のある高津区、皆様が住みやすい、行きたくなる、興味を持つ、そういった高津区のまちづくりをしていきたいと思います。ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは梨名社長さん、はい、本日の協定締結を記念しまして、はい、現在高津区で取り組んでいます脱炭素アクション溝の口、こちらの決め構図を一緒にお願いできますでしょうか。もちろんです。よろしくお願いします。それでは、はい、いいですか。はい。よろしいですか。それではせーの、脱炭素。